震災によって甚大な被害を受けた大槌町。あれから8年、大槌町キリキリの小学校と中学校は地域ぐるみで子どもたちを育てるため、小中一貫教育のキリキリ学園として歩みを進めています。この学園ではふるさと科という授業を通して、ふるさとの文化や郷土芸能、産業と経済を学ぶことで、地域社会への関わり方や将来を切り開く力を学んでいます。そうだね。対応とか、今のここに。また震災からの復興への取り組みを通して、災害や防災に対する理解を深めています。わかめ体験学習とか、その郷土芸能の活動をして、地域にいる自分たちでも気づかない新たな発見だったりをできるので、とてもいい学習だと思います。あとは修学旅行とかでも学習の発表をしたりして、他の地域の方々にキリキリの良さを知ってもらえる場になるので、とてもいい学習になったと思います。子どもたちの中に育まれていくふるさとを思う心、それは復興を担う大きな力となって羽ばたいていくはずです。復興新時代を岩手から。